時刻は午後2時になりました。皆さんこんにちは。三番の笑顔はぬちぐすいの時間です。お母さんの笑顔は家族にとってぬちぐすい。お母さんが笑顔だと子供も笑顔。 この番組は助産師として約600人もの出産に立ち会ってきた私ともりしのぶが妊娠や出産育児に関わるさまざまなことをゲストの方々をお招きしお話を聞いていく番組ですお母さんたちが日々笑顔で過ごせるよう日常生活の中の小さな疑問や悩みを解決するヒントになれば嬉しく思いますこの番組ではメッセージを募集していますメールアドレスは 797-at fm ギノワンドットコ小文字で七九七アッ fm ギノワンドットコまた fm ギノワンでは YouTube ライブで映像と音声ネットを配信しています fm ギノワンのホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみくださいそしてサイマル放送も始まりましたスマホの場合はリスンラジオリスラジからパソコンでお聞きの方は FM 技能ワンのホームページに再生ボタンがありますこの後3時までお付き合いよろしくお願いしますお母さんの幸せそれは家族の幸せ心からの手当てで心からの医療を アイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指します宜野湾ヒルズ通り究デイ語通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね 生活総楽館サンフティーマ毎日の暮らしの中の小さな幸せそのあなたの笑顔を見るために私たちは天間から地域を支えます太陽のように地域を照らす場所サンフティーマこれからも地域と共に歩みます あなたの広告、街中で大きく宣伝してみませんかイサ交差点近くの大型ビジョンデジタルサイネージなら交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です毎月1万円から掲載可能広告内容も幅広く対応していますお問い合わせは9「9 3 4一1 1 1 1レド株式会社」まで色は単独では存在しない周りの色と影響し合って存在する爽快涼しげ。 優しさ、燃える、色が訴えているすごい感動の色へカラーマネージメント丸○ママさん印刷あなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニア・チャーチです苦しんでいる人悩んでいる人一度訪れてみてください9884782沖縄ベタニア・チャーチ では今日も始まりました3番の江川のちぐすいえっと今日のゲストはですね皆さん気になる方多いかと思う性教育についてお話ししてもらう方をご紹介あのご招待していますと助産院でお仕事しながら地域で家庭で伝わる性のお話っていうことで活動されてます吉澤さなえさんをお招きしてお話をしていただきたいと思ってますではいきなりですが吉澤さん自己紹介よろしくお願いします <laughs> あよろしくお願いします 灰原町の方で開業をしてますえな桜女参院の吉澤さなえと言いますうんと普段はあの出張型で母乳のお母さんで悩んでるお母さんのお家に行って母乳ケアしたりあと体のメンテナンスをしたりあとはあの依頼があればもう家庭の方であのこういう性教育とかが必要あ性教育を伝えたいっていうお母さんの講座をしたりだとかあと中学校とかあとせ教育とか。 学童とかあと児童館とかにの支援員さん向けの説教区とかをやってます。うんうんはい、ということでねなんかいろんなところでお話をされてるみたいなので、えー、っとなかなかね自分の口からはこの性について恥ずかしくてお話しできないとか、ね、どうやって切り出したらいいのかなっていう方は <laughs> まあ吉田さんの口を使ってお伝えしてもらえると。 もうちょっと気軽にねお母さんとかお父さんの気持ちはちょっと楽で性教育っていうのをあのお伝えすることがあの教育することができるのかなと思ってますのでなのでこのラジオもね是非録音してていざという時に「そういえばそろそろ時期が来たかな」っていうことでこのラジオの内容を聞かせていただくとお子さんもね まあまあちょっと聞いといてでいいかもしれないで, <laughs> で,で終わった後どうだったみたいなそうですねうそういった使い方もしていただけると嬉しいなと思いますねはいそうなんですえっとねてれ今スタートというのでえっとねそう私もねあの助産師として働いてるのでまあなかなか性の話 皆さん気恥ずかしくって,ってどう伝えたらいいっていうかそのまま伝えればとか言うと「ね、そのままって」みたいな「<laughs> な普通にセックスしたら妊娠するから」とかって言えばいいじゃんとかって「<laughs> えー、みたいなそうですよねなんか家庭の中で「セックス」って言葉出していいのかみたいなのはやっぱり今までの,その日本の文化の中ではやっぱり少なかったしタブー視されてたところがすごくあるのでやっぱ抵抗がある人がね多いですよねで学校とかでもね。 なの寝る子を起こすなとかさそんな感じで言うと余計にっていうんだけど実はね皆さん多分ね自分たちがまあ中学校高校とかでそういったのに興味を持ってたと思うんですよね。であの友達同士で話をしてなんか変なねこの雑誌とか見たりとかしてでそこでまあ誤った知識を変にね植えつけるよりは。 まあちゃんとした知識をうちにつけた方がいいのかなって私は実際思うんですけどまさにあの今の本当時代っていうか私たち世代って何て言うんだろうみんなでなんかエッチな本とかを買ってみんなで回し読みみたいな、うんうん、で男の子たちも聞いたらエッチなビデオとかをみんなで見,見たりとか隠れてみ、ね、て,見てなんかあって話し合ったりだとかしてたみたいなんですけどうん、うん、今って時代がスマホ時代なんですよ。 みんな子どもたちってもう目の前で一人でスマホでエッチな動画が見れる <laughs> 普通に見れますよね普通に見れるっていうところでは他人とのまず共有がないですよねだからあの例えばちょっとこれはどうだろうっていう動画が例えば暴力的な映像だったりとかっていうのも例えば一緒にね誰かきちんとした大人だったり知識がある友達とかと一緒に見てればうん、うん、こんなのありえないよねとか言ってたけどんていうのもその子たちはそのまま「あこれが」 セックスなんだみたいな普通にね普通にそこで学んじゃうその情報しかないから、ねうん、その情報しかないから <laughs> うん、うん、でそれでなんかそれが当たり前っていう風うにやっぱなってしまうとそのこその子が大人になってそのねパートナーを見つけた時にうん、うん、あそれをやればいいんだなっていうやっぱ発想になっちゃうんですようん、うん、やっぱ最初の情報ってすごい大事でうん、うん、けどそうじゃなくてあのきちんとなんていうのこのセックスっていうのは大切な人と あの自分が心許せる人だったりうん、うん、とやるっていうこととあとは時期ですねこのう今やっぱね私たちもね産婦人科で勤めてて、うん、やっぱ望まない妊娠だったり、うん、今欲しくないのにできてしまったって、うん、まあねある程度金銭的に経済力があれば、うん、まだねいいかなとは思うんですけどやっぱ経済力もなくて。 妊娠しててててじじゃゃそのの子じゃ誰が育てていくのってそうそう結局ね、うん、じいちゃんばあちゃんで。じいちゃんばあちゃんになって,るっていうのが,っがね <laughs> あるのでうん、うん、やっぱその子のその人生をすごく影響するもんじゃないかなって思った時にこれって防げることじゃないですか,か知識があればあれば防げることだしでもし困った時に例えばねあの まあでも、ノリでやっちゃったとかそうねその場の流れとかね, <laughs> とかね <laughs> やっちゃうこともね。あ周りが経験しそれか,から私もやらなきゃみたいな置いてたぼりみたいなそういうのがあった時にあの例えばねもう、うん、知識があれば例えば緊急ピルっていう方法があったりだとかうん、うん、誰か大人に相談できれば、うん、それはまた変わると思うんですよ。うんうん どうだからなんかそういう意味でもやっぱ知識ってすごく大事だなと思って、うん、でそれがもしあのお母さんとかお父さんとかまあ家庭の中でそれをしっかり持っててもうちっちゃい時からそういうお話ができる家庭がもっと増えればそれって結局なくななくくっていいじゃないかなってう、ね、そうねあの悩んだ時にねまた相談しやすい環境があるかどうかっていうそうなんすね。 っていうのがねやっぱりあって、うん、私も本当産婦人科で勤めてた時にあの本当ねあの 本当レイプであった性被害を受けた子がやっぱやってきて緊急ピルが欲しいってうん、うん、でじゃあ大人にね私たち産婦人科にいた大人に誰か言わないといけないじゃないですか、うん、でその時に絶対親にだけ言いたくないっていう子がいたんですよ。あ,あるかもしれないですね。親にだけは言いたくないってで先生は OK、うん、で他の養護教員の先生とかも OK で友達も OK じゃこのお金緊急ピルのお金をじゃあどこから排出するかってなった時に。うんうん 親にだけ絶対言いたくないって、で、この子何があったかというと。結局、あの、二回目だったんですよ、性被害を受けたのが。で、一回目受けた時に、あの。この親に何言われたかというと、なんであのよ,よ、よ、ね、暗い時にあそこ歩いてたの。ああ<ー>。<とか> <laughs> 攻められちゃったもうこれセカンドレープってねよく言うんですけどうん、うん、だからそういう攻められてしまった時にもうまさにねその子も傷ついた、うん、もうさらに傷ついたっていう経験があってで2度目会った時結構ね大きな被害だったんです、うん、警察が。まあ ね、あるぐらいだからそれぐらいその時にやっぱ親に言えないってすごい悲しいなって思った時にでも私がじゃあ実際子供がねいるんですけど、うん、子供がそういう被害があって来た時に、うん、あなんて声かけできるかなってやっぱ分からないんですよね。なんて言ったら優しく なんて言うんてううだろ責めちゃうかもるっていうよりはなんで,ななんでって<に> <laughs> 思わずね言っちゃうっていうなんか怖さなんですけどそれも、うん、あの親の怖さではあるんですけど、うん、どうしてってやっぱ言っちゃうっていうのがあるので、うん、でもそこはきちんとあの子どもたちを守る上でもやっぱ知識として持っとくっていうのはすごい大事だなっていうことで、うん、私としの性教育っていうのを学んで、うん、その今親に対して伝えてるっていうのが あるんですね。そっかそっかか、うん。そそでこをねまあ確かにそうですねあの親御さんが本当にちっちゃい時からまあ、ね段階を踏んでお話をしていくと、うんうん、それもお子さんの中でいろいろねまとめてっていうかこういうことがあるこういうことがあるってじゃあ,あのどういうふうにしていけば まあね、やっぱり好きな人ができると、うん、でそれなりにね、うんまあ、ひっつきたいしキスしたいしとかってうん、うん、それがエスカレートしてってうん、うん、で断るとなんか嫌われるんじゃないかとか、ね、特にあの若い子たち、うんねうん、なのでそこでじゃあいかにして自分の身を守るかっていう方法も本人が知ってると、うんね、防げようもあるしんだろうな 私も仕事職場で勤めててまさか自分が妊娠すると思わなかったとかそういった言葉をよく聞くんですよねでも若い年齢が若ければ若いほどあの生活ががが乱れてててよよようううどし妊娠っすするんですよね、うん、やっぱり体がそれなりに、うん、あの子育てというか妊娠に適応してる年代っていうのはやっぱあって、うんね、あの産婦人科だとなかなか妊娠しないっていう方もいるんですけど。 やっぱり来るんですけどもいくら生活を整えてても妊娠しないという人がいるかはねらもう不節制をしてようが何してようが妊娠するっていうのはやっぱりいてそれってやっぱりだからまさか自分がとか1回だけでとか、うん、っていう、うん、話もよく聞くのでだから1回でも、ね、セックスすると妊娠する可能性がある。だからそれを予防する意味で まあセックスをするななとは言わないあのさっき吉野さんが話してた、まあ、経済力があって子育てができるっていう年齢になるまではうん、うん、じゃあねあのセックスしてもあの子育てができないんだったらじゃあ妊娠しない方法をどう対応していくかとかっていうのが私は大事なのかなって本当そういうのがあって。

すごいやっぱ性に対して興味があること全くない子っているんですよだからそこもやっぱ心配だよねっていうのは。でやっぱり性ってすごいよくね心を生きるって書いてるんですけど言うんですけどやっぱ心を満たしてあげたりとか例えば誰か好きな人がいるとんかそれだけで楽しいっていうか人生がね満たされてきても楽しいっていうのがやっぱりあるけどそこすら興味がないっていう子も。 中にはいるみたいなので、もうある意味ね、<ああ S 1> この。そ, <laughs> その子が興味を持った時に、<laughs> そうそう、伝えれば。伝えればね、またいいと思うんですけど、だからもう。知識がないと、伝えることできないんですもんね。そうなんですよね。<うん S 1> うん だからもうこの性に対して結構まあだから私がその性教育を家庭でやるっていうのはまあこのに望まない妊娠を防ぐっていうのも一つの理由としてはあるんですけど例えばさっき言ったみたいにねあの親に話せないとかっていうこの関係性がやっぱり小さい時から積み重ねたと思うんですよだから性の話をするっていうのはその関係性を作る 意味ですごく私は重要だなと思ってて何でも言い合えるだから親に何でも言い合えるってわけではないけどやっぱ重要なことはやっぱり話してほしいじゃないですか例えばこの子の健康に関わることとか人生に関わることってやっぱり親に言ってほしいしでもそれがやっぱり言えないっていうのも中にはあるから。 だからね、ちっちゃいうちからそれがで言い合える関係を実際私がじゃあちっちゃい時どうだったかっていうと、うん、とかねあとこうやって思春期迎えた時とかってどうだったかっていうとうん確かに親にこういったことを相談するっていうよりも変な話友達とかって話をした方がうんうんうん,うん、うん そういいっていう。そうなんですよね。ねで、あのー、またはそういった話を一切してこなかったので、<笑><笑>そうそうそう。うん、で、あの、と もう中学あ小学校本当五56年生ぐらいからはもう私もそうだったけど、ね、ある意味本当に話したくない。あのなんだっけ正教育じゃなくても, <laughs> も親との会話が減ってくるっていう,そうのが楽しい、ね、楽し,いしやっぱそこでの情報がなんか入ってやっぱ来るので、うん、だからこの性の話をじゃ家庭の中でやってった時にやっぱね小学校高学年からやり始めると,めるともう 気持ち悪い、ね、子供からすると「何?」みたいな「お母さんどうしたの急に」みたいな <laughs> やっぱなっちゃうからそれでやっぱちっちゃいうちからなんかこの自分の体はすごく大切なんだよとか、うん、例えば自分の性器とかね、うん、っていうのも洗い方とかね、うん、結構知らないお母さんたちいて、うん、あの男の子とかの,その性器の洗い方とか。 なかなかね聞かないですよね,すね <laughs> お父さんに任せって言うころ、<laughs> <う>お父さん話してないとか、ね、お父さんに任せみたいなでだけどお父さんも知らないんですよん<ー>結構なんかどっちかというとあの性教育って私がこの講座をしてると参加者が多いのは女の人なんですね<ー>やっぱすごい大事だなってこの命に関わることってやっぱ女性の方がすごく興味強いから<ー>女性が多くてで男性はじゃあ性教育どこでやってたのって やっぱ本とかの時代 SNS とかでそれってでも本当ににの歪んでないって若干怪しいなみたいなところもやっぱりあるしでその時にあの例えば私たちって小学校4年生か5年生ぐらいの時に月経クラスっああたんですすか,あ、うん、なんかあります、ね、あの保健体育じゃないけど <laughs> 女の子だけ集めてそうそうちょっと真っ暗の中に繊維の話をしてナプキンもらって帰るみたいなそう,たた <laughs> そうそうそう男の子 男って実はそんなになにいらしくてい、ね、まあその学校によってはね、うん、あると思うんですけどでそれでだから男の子自体がその教育なんて科学的な知識を持って性を学ぶっていうところがやっぱりされてないっていうのがあって。 だけどあの友達同士でまあ学んできたよっていうのがあるからうん、うん、今のお父さんたち世代って何とかなるでしょ別に自分たち学んでないしうん、うん、何とかね俺ちゃんと成長してるしみたいな感じでうん、うん、やっぱり何て言うんだろうすごくこの性教育っていうことに対してあんまり無,なんで無,無意識無頓着みたいな感じの方がすごい多いんですよね、うん、だからそれをね。 なんかどうう言っったらいいのって思いまそうねだから確かにこの,、ね、まあこの保健体育もの中でこの生理の話が出てくるのもだから4年生5年生6年生さっき言ってたあんまり親と会話をし,しなくなってくる時期に、ね、学校でこういうことあったよってただ、ね、女子はもう生理が始まるとやっぱり親とその会話はするせざるをえない時期が来るんだけどもやっぱりそこまで踏み込んで、うん 会話というかもう生理の時のの時対応の仕方とかねぐらいですよねね、うん、多分母親と話をするとしても。でさっき言っても話しお母さんがされいきなりされても「え気持ち悪い <laughs> ね逆に、ね「え親って」<laughs> 親もこんなことしてんの?」とかってその年にいきなり、ね、言われるとなるからだから小さい時から、まあ、徐々に徐々に段階を踏んで,、うんでまあ、この性に対するこの嫌悪感っていうかそういったのも取り除いていくと。 ねあの今「いきなりどうしたのさ」とか「そんなせいない,いやらしい」とかっていうイメージがなくなるう上に性ってすごい、ね、大事なもので、うん、でこの人を好きになってそういったでセックスしたり恋とかってそれもすごい大事なものでっていうのの,の。うんうんうん 気持ちの感じ方が変わるんでしょうね快楽の方に走るんじゃなくて大事なものっていう認識が少しずつ少しずつ変わってくるとうん、うん、だから相手を思いやる気持ちだったりうん、うん、お互いねパートナーで、ねうん、そういったのがちっちゃい時から少しずつ少しずつ話していくとお互いいい関係が取れてこういったあの性教育っていうか相手を愛する気持ちだったりこのセックスする時も どっちかがの快楽がとか、うん、その場の快楽で終わるんじゃなくって、その後のね、ど、ね、こに続くっていう。そうそう。やっぱり、行くんだろうなあって、ね、そうだから、私も。で、そこをもうちょっと話ができればいいけど、やっぱり、いきなり話しても、ええみたいな。あ、人のことを考えなさいって言っても、ええみたいな。<laughs> そ,うそ,うそ,うそう、そう、そう、そう。ね、そうなんですよね。うん、だから、もう、大体、お母さんたちで多いのが、その。 彼彼氏ががででききたたとか女どうしよやっぱそこで「どうしよう」が始まっちゃうので,でもそこから親がじゃあどう伝えたらいいのって言っても子供は聞く耳持たないっていうのもあるのででも一応できることはあるんですよ。と、うん、私が勧めてるやっぱそ,のそういう時期のお母さんたちも講座に参加するので、うん、そういう方たちにおすすめしてるのはあの書籍本を使った性教育っていうことで、うん、もうねあの今たくさん 性教育のこの10代の例えば思春期の子が読む漫画帳でできた性教育の本とかうん、うん、たくさんいっぱい出てるのでうん、うん、それをリビングに置いとくとか「<ー>か彼氏できた」って言ったら「じゃあこれちゃんと読んどいてよ」とかって渡すだけとか<ー>っていうだけでもなんかねやっぱり学びにもなるのかな,なかすごい大事なことだからねって言って伝えるかも。しれないであのすみませんねこの 変な話とかまあザクッとざくっとというか、うん、これラジオまあいいのかないいとめるんですよあうこ、ん、はたくさんいますそうだからあの使うタイミングが違ってて妊娠しちゃうとか、うんうん、だからそういったのもね、うん、その雑誌とかにはあるのかな。あある,あ,あるものものります、うん <も>そこはお父さんに教えてもらえばいいのか。かお父さんは援助するのねお教えて。でき、ね、るお父さん教えて。誰がねえるかな。<laughs> だからそれもまたちっちゃい時からの関わりじゃないですか。うんうん、そうそうそうか。ちっちゃい時から関わってれば、ね、あの本当にあの例えば棒とか持ってきてこうやってね、うん、やるんだよとかっていうのを実際に見せる親も言わせるんですね。ねだからさっき言ったもやらなくても無理っていうのは。うん、そうそう。ねうちの子に限ってとかって <laughs> たまにあの。私だし、つなずったんってやっぱ隠れちゃうから。うん そうだからこのう、ね、彼,彼女ができて心配っていうんだったらそ,うそこを教えてた方がいいたうが遊びの中で、ね、ゴムってすごい伸びるしなんか可愛いいちっちゃい子供とかはあはめてみたいみたいないや見たらはめてみたいって言って私の友達に、ね、はめさせたんだって、うん、そしたらやっぱちっちゃいからなかこの子5歳ぐらいだったかな5歳ぐらいの男の子が興味を持ってはめてみたら全然大きいから俺大きくなったらこれぐらい大きくなったから <laughs> の,うのもう家庭の中で話して遊びながらね,がらね <laughs> 軽快にやるとそっかすごい面白いですけどでも本当タイミングはすごい大事であとはそのよく女の子は月経が始まったらやっぱ妊娠する可能性があるよってでじゃあ男の子はじゃあ妊娠する可能性が俺にあるのかどうのかっていうのも分からない子もたくさんいるのでやっぱ写 精痛って言って初めて射精すること「精痛」って言うんですけど、うん、その射精痛を起こした、ね、始まったら、うん、やっぱりこの男の子は妊娠する可能性のある男子じゃないですか。そこもやっぱり,子っ子作りができる、うん。子作りができるっていう意味では、うん、やっぱそこもきちんとあの親がしゅうと、ん、伝えておいた方がやっぱり大事なことかなって。 じゃなくて男の子自身もね、うん、自分を守る上でもそ,っかそういう意味でやっぱ男の子供が、うん、男の子がいる家庭の中の性教育の方が結構難しいのかもしれないですね、うん、意外とね外と女の子はほら時期が来るから <laughs>、うん、その時期に合わせて話しするタイミングって必ず来るんだけどうん、うん、男の子ってその時期がわかんないからうん、うん、だし、まあ えなんですね、私たちスタッフねあの病院で勤めてたとか、い私は勤めて勤めたことがあるって、うん、でその中で来る子って女の子が多いからね、うん、女の子にはやっぱりそれなりの話ができるんだけど、うん、男の子ってやっぱりそういったのを話するタイミングがない、うんそううん、ないんですよだから男ののの子への性教育すごい大事だなって、ねね、家庭の中でもね、うん、だからさっき言ってたあのお母さんはすごい関心がある。 ね、あのどうしようかってそろそろ多分そのお母さんたちもちっちゃい頃からもだし今言ったこの生理の時期が始まって、うん、じゃあやっぱり考えないとっていうので、ねうんうん、講座を吉田さんの、ね、講座を聞きに来る方が多いかと思うんですけどうん、うん、その中でやっぱり男性男のあのお父さんって少ないってなるとうん、うん、そこの認識もあってお母さんが男の子にどうやって伝えようか。 でもそれは男同士だから本当お父さんの方がうです、ね、だからそう男の気持ちと女の気持ちだから男の男性が女性を思いやる気持ちと女性が男性を思う気持ちってやっぱり違うんですよね脳の働きもね違うとこがあると思うのでだから男性の立場で。 お父さんが話するの、うん、で女性の立場、多分お母さんの女性の立場からしか話ができないんですよね。うん,うん、そうそうそう、ね、そうだよね、私たちもね、<laughs> 男の人のね、<laughs> 分かんないもんね。うん、だから、<laughs> そこはやっぱり。 お父さんももっと参加してくれると参加してほしいなって思うんですよ。ね、ぜひぜひあのお母さん方お父さん誘ってください。<laughs> でお父さんたちに本当に、うん、あのよく私声楽講座やって、うん、これお父さんたちにもやってくださいってやっぱ言われるんですよ。で私も確かにあのお母さんたちが あのまずは夫婦でこの話をするっていうのが私は進めてはいるんですけどやっぱそれができない夫婦関係っていうのも中にはやっぱいてだからそういう方たちはもう講座に来ても連れてきてもらえたらいいのかなって思うんですけどあのできない理由が何だろうみたいな夫婦でそのできない理由は何なんだろうなっていうのを意っしてくるお父さん。 だからあのまだだよとかんそんなねあえて話さなくてもいつか分かる時期がくれ <laughs>、ね、まあでもそれ,あそれも一つあると思うんですけど、うん、あの結構ね女の人で多いのが「うん、お父さんが教えてよ」みたいな「うん、性教育教えてよ」って言ってお父さんんを何教えればいいのなんですよ、うん、だからどっちかというと具体的にもうちょっと教える。例えば性の洗い方、うん 分から、ね、女の子の人からするとうん、うん、お父さんはどうやって洗ってるのとかっていうのもあの実際聞いてみたらいいと思うんですよご主人にこうやって今日正規のね男の子の洗い方聞いてきたけどあんたどんな人洗ってんのとか <laughs> っていうのをそ,そ, <laughs> <laughs> そうそうそうでもその中にねなれるようにもう本当に話を,、ね、話をしながらやればそこまで、あのー、なんていう<の>困らないのかななんて <laughs> 会話が。会話が <laughs> <laughs> でも結構私聞きますけどねほんと、ね、に「うーん<ー>なんかどんな人洗ってたの?」とかって聞くと「あこんなだよ」とかあと結構私5歳の男の子がいるんですけどこの子ですごい悩んだのが実はあって。うん、あのファッション 問題ですねタッチション問題でしょあの2歳か3歳ぐらいで保育園でタッションを始めましたって言ってくれたんですよ、うん、保育園の先生が。うん、じゃあこっちでもやってみようと思っておうちでやらしてみたんですよ。そしたら立たしてそしたらもうもうも, <laughs> もうっ便器に入らない <laughs> もうさ「なんで?」みたいなもうもう。もう なんていうの親として汚されるから「うん、あもういいよやらないで座ってやって」みたいな感じになってたんですね。した、うん、でも子供からしたら「えー、俺は保育園でやってるから立ててやってやりたいのに」みたいなそこででもお母さんが「ダメもうこぼすからダメとかってなっちゃうと結局ね自己 うん、そこで自己肯定感下がっちゃうから、うん、えんでだろうと思って何で保育園ではできてお家ではできないんだろうっていうのを考えた時にうん、うん、やっぱ分かんなかったですよね保育園の状況が見えないから。うんうん、でそれであの保護者会あの保育園の保護者会の中でうちの息子が脱症してるんだけど、うん、こぼすと保育園ではどうやって説明してるんですかっていうのを保護者会の中で投げかけたんですよ。そしたたら保育園の先生たちも うん、なんでかねって感じだったんですけどうん、うん、ある男一人の,あの男性の保護者の方がいてうん、うん、でその方が話してたのがその聖域の皮を引っ張って こっなんていうの、持ってからやれば、こぼさないって言うんですよ。んこんなの、女の人分からんさ。分からい分からん。そうそう、ついてないしついてないしね。実際に見てないし。<laughs> で、それで、あ、なるほどと思って、やっぱ皮がかぶった状態ね、うん、あのちっちゃい子って、まだか、まだまだ皮がかぶってるので。で、息子に、こんなしてやったら、できるみたいよって、いうのを、うん、あの。教えたんですね。うん、そしたら、本当にピッて持って、あの、やれば、まっすぐシュゅ。 「ってうの <laughs> いやすごいできたできた!」とか言ってそれでもう本当にそれかがも,もうできるようになった、うん、そこはもう本当彼にとってはすごい何ていうの俺ってすごいみたいな <laughs> 成長した, <laughs> 長したお兄ちゃんみたいだろみたいな感じにやっぱりなったりだとか、えー、もう本当そういうところですちっちゃいこの性い教育になってくるからね。うん そうね、そう絶対それはね、あのお母さんわかんない。お母さんわかんないね。うん、お父さんじゃないと、お母さんじゃないと、わからない。だから、そういうのも、あの聞いていったら、いいと思う。なんかね、息子のことで、こうやって悩んでるんだけど。あなたは、がちっちゃい時、どんなだったとか。絶対ね、大人は、子供を経験してるからね、みんなね。ちっちゃい時、どうだったのって聞けば、結構。教えてくれるとはね、思う。と思だから、ね、みんな。多分 家庭のもう最初の子もこの本当にテーマ、家庭の中で伝えの。<laughs> みんなどうやって伝えようって。ね、<ー>なるので、じゃあ、お父さん。からして伝えやすい話し方とかっていうのも。うん、あれですか、講座の中では。なんか話してるんですか。そっか、じゃあ、このお父さん側から伝える伝え方、あと、ね、お母さんが分から伝える伝え方。っていうのを、うん、じゃ、今度は後半で、うん、ね。あの、シーエム挟んで、後半で。もうちょっと細かく詳しく。 お話ししてもらいますましたじゃあはいったん CM で,です <laughs> はいありがとうございます沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ夕方になると美味しそうな夕飯の匂い毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ夕方4時から空いてるよみんなおいでよ住吉国際ジュニアクラブ 自分のの幸幸せ、せそれは家族の幸せ心からの手当てで心からの医療をアイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指します。 何食べたお肉 <laughs> 牛角カルビとダブルタンボン黒糖サツバターうん。美味しい <laughs> ラーメン食べるかラーメン食べたい美味しいやってる牛角牛角技能アンテン公表営業中あなたの広告街中で大きく宣伝してみませんか イサ交差点近くの大型ビジョンデジタルサイネージなら交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です毎月1万円から掲載可能広告内容も幅広く対応していますお問い合わせは11 11クレド株式会社までハーレー・ダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープンおいしいスイーツを食べるならハーレーカフェツーリングの休憩所にハーレーカフェハーレー見るならハーレーカフェ 毎週日曜には沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場今すぐハレーカフェゴーあなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だからしっかりやりたいそんな願いを叶えます電話番号は8 9 2八8 6 8 8安心事前のご相談は葬儀社新家へ。 とですね、前半はねまあ職場で私たちの,考えあの感じる性教育だったり意外とお父さんのね、うん、参加が少ないただあのお母さんからはやっぱり男の子の性教育っていうか、うん、性器のねあの洗い方だったりそういったのはお父さんが一番詳しいというお話をしたりしてもらったのでじゃもう少し細かくっていうか詳しくですね、うん、あの家庭でできる性教育っていうのを吉澤さんに この後後半でお話ししてもらい,たい,と思いますえっとまあ具体的に私ね前半ではお父さんの参加、ねうん、男の子の参加をもうちょっとふあの性教育をもう少しじゃどうした方がいいのかっていうのをいいんじゃないかなってお話をしたんですが、うん、と男の子の性教育だったり女の子の性教育ってやっぱり伝える時に伝え方の違いってありますか そのことまあでも、うんあのー、ちっちゃいうちは別にお父さんお母さんあんま関係ないと思うんですよね。た、うん、ただあの思春期入った時にうん、うん やっぱり同性の親から聞きたいっていうのはなんかねあるのかなって思うんですけど、うん、まあそれぞれねやっぱり家庭っていろんな家庭があるので、うん、やっぱシングルマザーとかシングルパザーの方たちじゃあどうしたらいいのとかそうね,そ,うね,でねその辺もやっぱり男親で女の子、うん、どうしたらいいのとかもやっぱあるとは思うんですけど、うん、私の考えでは、うん、あの友達にお願いした方がいいと思います。お父さんが頑張って やるももののででなないかなって思うそこでね関係性がやっぱちっちゃい時からそれが言い合ってる関係性だとか、うん、まあ一緒にお風呂に入ってたりとかすれば話しやすいかなとは思うんですけど、うん、やっぱねそういう関係性できてないのにいきなりお父さんから「うん、あ生理来たのか」とかで言われない <laughs> そこはじゃあ,あのなんかおばちゃんだったり。<laughs> おばちゃん もうお願いして相談して行ってもらうとか友達とかでもいいし例えばねあのお母さんシングルマザーのお母さんたちも全部自分,自分でやらなきゃいけないってものでもないのでやっぱこれってなんかねあのこの子がどう受け取るか性のこととかをどう受け取るかがすごい大事であって誰が言うかっていうのはそんなにね重要視でもないと思うんですよ。 からあのね友達とかになんかちょっと先輩とかにねこれちょっと聞いてみてとか <laughs> こうこうお母さん心配してるって言っといてとかさ <laughs> なんかそんな感じでいいのかなっていうのはありますで家庭の中でその性教育を伝えるときに、うん、私はもう本当に乳児期から 赤ちゃんの時期からスタートしていいよって言ってて、うん、例えばそのちっちゃい時に正規の拭き方とかも結構大事で、うんうん、例えば女の子のお股とかおつ男の子のお股とかを拭く時にやっぱガサガサね。 拭いちゃうとそれでもう無意識の中であここってガサガサやっていいんだとか、うん、やっぱ受け取っちゃうのでそうじゃなくてここ大事なところだねとか、うん、あこうやって綺麗にしたら気持ちいいねとかっていう声かけをするだけでもそれも一つの私は性を育む性教育だと思っているので、うん、まあそういうとこから始まって例えば男の子だとある日ねあの男の子のおちんちんって外に出てるから、うん、ある日ね見つけるんですよ。 子供がね始めるんそってあってそれも結構ね年齢ちょっとバラバラですねバラバラなんですけどうちの子が見つけた時はなんかビー玉が入ってるみたいな感じで見つけてんかグイグイ触ってるんですよ。でやっぱねグイグイは触ってほしくないなと思ったのでここにはね大事なものが入ってて。 おたまが、ね、いるからねたらいたわいいおたまじゃくしうこんな人グイグイ押したら痛がるよっつってから「あそうなんだおたまじゃくしいるんだ」とか言いながら <laughs> <あ>優しくぷニぷニみたいに触ってるんですよ。触り方が変わったりていうのも本当とにちっちゃいこの触り方とか、うん、あとその触れ方とかっていうのもすごい大事かなってっ。うんうんまあ、自分の体をね大事にする、うん、っていう意味では。 でその男の子とかだと例えば性器の洗い方とかも、うん、結構ねあの皮を剥いて洗うっていうのを、うん、あの分からない方がたくさん結構いて、うん、でそれで何が起こるかっていうと、うん、例えば思春期になった時に方形の問題、うん、自分がね皮,をがぶね皮をかぶったまんまとかっていうのもやっぱ悩みの一つでやっぱりあったりもするし。うん あのもういろんな方に私もねこの性の話聞くと、うん、やっぱ50代とか60代でも皮かぶったまんまっていう方も中にはいてうん、うん、やっぱりそれがコンプレックスになっちゃってこの、ね、大,大好きな人とあの性行為も、うん、ができないとかっていうのにもつながったりすることも中にはあるから。 やっぱりその皮を剥いて洗うっていうのはすごい大事かなと。時のおしっこね。そうそう,そうそう、おしっこも。<laughs> おしっこもね、ちょっと。おしっこ。そうそう、そうそう、そう。そこもね、すごい大事だし。洗う時も、実はそのうちの息子がき、うん、昨日かの一昨日ぐらいに一緒にお風呂入ってて。え、うん。で 久しぶりに入ったから「うん、あれあれどうやって洗ってるの?」とかっていうのを見せてくれたのねうん、うん、でそしたらこうやってピッて皮むいて「あじゃあシャワーでやろうね」ってっシャワー当てたら痛いんですよ」<laughs> 刺激が強い刺激が強くて「痛いから、はあ、痛いやらないで」って言われて。<laughs> <laughs> ゃあの中か普通にシャワね,けねかけちゃうから「うん、あそっか痛いんだ」と「じゃあどうやったら痛くないか考えよう」つって二人でそれでなんか水をちょっとね圧を水でちょっと取ってジョロジョロジョロみたいな感じでそうやったら「あこれ痛くない」みたいな。 感じでやったら「あこうやって洗えば痛くないんだね」とかっていうのを話したりだとか洗い方も結構ねあのその子によってまあ刺激がねどうしても敏感な子もいるからどうやったらいいかなっていうのを話したらいいかなとでも基本的にあのお湯の中で洗えばそんなに痛くないってはよく聞きます。もし痛がる子だったら例えばねちょっとお,湯お風呂の中でちょっとねむいて洗おうかみたいな感じでもいいかなと思うので。いや湯船がある人って

あのケースもやっぱ中にはいるのでやっぱりあの強くやりすぎないっていうのが大事なのでうん、うん、だからちっちゃい時からもうちょっとずつお風呂の時にこの赤ちゃんの時お風呂入れる時とかにもね、うん、よく私も「えっ?」って言われることがあって職場クリニックなので。 入入院中におお風呂ののれ方っていうのをお話しするんですよね。でその時に男の子の場合はおちんちん少しねあの気持ち向くような感じで先に溜まってる汚れとかそれを落としてあげないとそこ炎症を起こしたりするよってだから少しあの向きながら洗うのを意識してねって言ったら「えいいんですか?」とか「えじゃないと汚れ溜まるでしょう?そうそう」って <laughs> お風呂の時にねそういったのをやってて、うん、でお子さんが自分でお風呂を入って体を洗えるようになったら、うん、こういった洗い方ふだ、うんからお母さんが洗ってあげてたら。 教えやすいですよお母さんがやってたから次あなた自分で洗えるから今度やってごらんっていうと自分でできたらね、うん、さっき言ってたおしっこもちゃんとできたみたいな。うん、で肯定感も上がるしうん、うん、成長した感もあってねお子さんにとってはそれはそれで。だからら一応歳ぐらいが めどかなと思うんそうそうそう性器も自分で洗えるので、うん、もう自分で洗ってよそこは責任、うん、でたまにちょっとチェック親がちゃんと洗えてるかなぐらいでいいとは思うんですけど、うん、っていうのもなんでそのそのその自分でか自分の性器は自分で洗いましょうっていう教え方もしっかりしてて、うんうん、なんでかっていうとその子供からするとその性器を例えば親が親は触っていいのに。うん この人はダメっていう,うん、うん、この違いがわからないらしいんですよ。で、性被害にあのこう性被害に遭うこの大もうほとんどが顔見知りからの犯罪がやっぱり、うん、今はすごい多いということでうん、うん、ね自分以外の人ね親とか例えばね兄弟が触ってるのに。うんうん この人はだからないから<ー>もうここはあなたのあななたたしかあ触ってはいけないけ、うん、だやっぱりあの病気とかになると病院の先生にはちゃんと見せようねっていうところまで伝えて教えてれば、うん、この子はもう本当に責任を持って自分で洗えるし、うん、何かあった時にここは自分以外の人触ったら駄だからやめてって言<ー>える、ーはい、じゃないですか。 だそれはそそのねやめてっていうのも言えるかどうかっていうのもすごい大事だなっていうのもうそうなんだねあのもう普段から他の人がここを触って洗ってくれてるってなったら他の人は触ってもいいんだっていう感覚がこの人はよくてこの人ダメっていう感覚がまだ分からないからやっぱりそこは自分で洗うんだよっていうのはもう3歳からね、まあ、遅くても5歳ぐらいには。 きちんと教えていく必要はあるかなと。伝えています、ね。ええー、そこでは初めて知ったな <laughs> <laughs> あ、違う、あの、初めてのね、ほら。あの、なんだっけ、今言ってた。他の人が触ってても。普通なんだっていう感覚になっちゃうっていうことなんだよね、うんうん。そう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 。だから、その違いがね、どうしても分かんないのでね。うん、っていうのはすごい、やっぱり子供の。 だから子供もやっぱりいろんな子がいるから、うんうん、まあもちろんねお,お母さん以外の人ねなんかおじさんとかそうって言ったら嫌っ,ってはね普通に言うとは思う、うん、でもわかんない子もね、うん、中にはやっぱりいるのでる、うん、感覚がねだからそれはもううん。うん やっぱ自分の体を守るっていう意味では,味では、うん、すごい大事かなってじゃそれはまあ5歳ぐらい <laughs> 34歳5歳ぐらいまでで,でそのあととかっていう話とかは,あ,その後はあとは例えばもう第二次成長期が始まってきて、うん、この例えば生理女の子だと生理が始まったり、うん、男の子だと精通が始まるっていう時期に。うんうん、あの やっっぱりこのの伝えるっていいううもすすごい大事だと思うんですけど、うん、例えば生理のこととかも学校で教えるからいいよって <laughs> やっぱね親はね思いがちなんですけどそ,うだからそこがやっぱり姉ですよね <laughs> 今までタブー視してたっていうかう親も気恥ずかしいっていうのでかうなかなか家う中でう,う,そう,そう地域でもね、うん、でもこれって。 日本人ならではですか、ね、ならではなのかな外国だともうほら中学校とかってなるとこのなんだっけ変な話婦人科だったりねちゃんと自分の定期検診したりとかっていう話はあるじゃないですかでも外国とかはやってるまあ、国にもいるとは思いますけど、ね、きちんとやってるところはやってるんじゃないかなとは思います日本のこのなんだろう 隠す文化っていうか、そうそう <laughs> それもね、もあ,るあるのかな。ね、だからまあそういう風うに育ってないっていうのが一番大きいかなとは思うんですけど。うんうん、でもやっぱりあのお風呂に一緒に入らないって方もやっぱ結構いて、うん、で私は生理の時はもう一緒に子供たちと一緒に入って生理見せるんですね。経血経血見してそしたら子供たちなんていうかって言ったら。 お母さん大丈夫痛くないの?」ってするんですよ <laughs> すよごい優しいね「心配してくれるんだね」とか言いながらでもこれってあの、ね、大人になったらあなたたちにもお、ま、女の子だったら、うん、あなたたちにも出てくることなんだよとかうん、うん、っていうのもあのその妊娠の話につなげながら話をしたりもするんですけどうん、うん、やっぱこれが大人の女の人にあるものだっていうのをやっぱ知っておく生活の中で知っておくだけでもうん、うん、例えば4年生の時に」 あの全くじょうその情報を知らないこと、うん、ある程度女の人って生理があるんだよなんて知ってる子でがうん、うん、同じ学習の場にいたときにんなんていうの初めてこ初めてこの話聞きましたってなったらすって入ってこなくないあ<ー> <laughs> これ何何みたいな,なんかちょっとなんか,なか先生が変なこと言ってるみたいな <laughs> あるかもなんか恥ずかしいそうそうそう恥ずかしいか一番あったかもね、うん、自分私がそんな話を聞いたときは恥ずかしいしなんか。 触れちゃいいけないっていう聞いてはきたけどこれをねお家で「あったよ」って話していいのかなとかってうかもうその話する場所が隔離された場所だったから学校でもね男の子はちょっと入っちゃダメ今他のことやっといてとかって言いながらなんかビ,デあのビデオみたいなの流すのもねカーテン閉めて隔離されてる方がこれって言っちゃいけないのかなっていう、う。ん そうそうそうそれがあるんですよねだからそれをもう無意識で子どもたちって、ねうん、受け取っちゃうので本当にもう、ね、ちっちゃい時からこういうお母さんに生理があるっていうのを見てる子たちはこれはお母さんあるやつだから知ってるし、うん、ってなるんですよ、うんうん、だからすんなり入るその学習も。うん 入るっていうのがあるので、やっぱ一緒にね入って見せたらいいのにねっては思うんですけど、やっぱそこがね抵抗がある方が結構いて、いるかでもそれそこからまたね吸って性教育の話に、うん、で聞かれ、やっぱ子どもが疑問を持った時に伝えるのが一番じゃないですか。ね私たちもあのまあ、性教育以外でも自分が気になった時に調べたり話を聞くと入りやすいですよね。 そあ,あそっかそっかってで全然気にならない時に言われてもあ今それ私あんまり気にしてないんだよねとかってなると入ってこないから疑問を持った時に伝えるっていうのがより素直に入ってくるし、うんうん、理解もしやすい。うんうん だから、そのね、一緒にお風呂にね、ちょっと意図的に、もう、ちょっとね、もう、そろそろ娘年頃だわっていう。お母さん、もし中にね、この聞いてる方の中にいたら、一緒にお風呂に入って、生理を見せてあげるっていうのも、一つ手なのかな。で、なんで、じゃ、おこ、ね、これ、なんで起こるのって、やっぱ聞かれる。 聞かれてもどう説明したらいいののっってやっぱ皆さん思うので、うん、その聞かれたらその生理っていうのがあってお母さんのお腹の中には赤ちゃんを包む袋みたいなのがあるんだよって、うん、でそこにあの妊娠、ね、したらもうせこの血は出てこないけど、うん、あ赤ちゃんの,そのベッドみたいな、うん、ふわふわのベッドが。 この子宮の中には作られるけど妊娠、ね、赤ちゃんできなかったらそれっていらないから毎月出,される出していくんだよ、うん、みたいなことを説明すると「へえ<ー>」みたいな感じでこ <laughs>、まあ、そうやってやってくれるのでだからこれがあるといつでもまあ変な妊娠赤ちゃんができるっていう、うん、大人の女になったんだよ女性になったんだよ、うん、って話をしていくと。うん そこでで勢いいっていう時にもあ妊娠するかもっていうまさか私がじゃなくて、うん、そういう話をしてた生理があると、ね、赤ちゃんのために妊娠するための準備を整えてるってなったら妊娠するかもになるよねそそそうそうそう自分ってね妊娠するかもしれないっていうふうにもなるし、うん、で意外と結構子供たちその10代で妊娠してきたりする子の中で多いのが。うん ま、なてていうの妊娠してると思わなかった普通大人だったら生理が来なかったら妊娠したかもって疑問に思うじゃないですか、うん、でも子供たち生理がねまだ始まったばっかりの子とかは、うん、な,なんで止まったんだろうぐらいにしか思ってなくて、うん、結局ねおあの子がある程度大きくなって,あ,てあれみたいな、うん、なんか態度を感じるけどみたいなうん、うん、なってからやっぱ気づくっていう子がね中にはいるので。 生理が止まったたら妊娠した可能性もあるんだよってところまで、ね、そうこうだねじゃあね赤ちゃんのためのものだから、うん、妊娠したら赤ちゃんのためになるからこうやって出血が起こることはないよって分かってればこれが止まればあれっていうのも。うんうん そうそうそうっていうのもね是非生理がね来たもし娘に生理が来たって時には「あね是非おめでとう」っていうのと同時に、うん、あの妊娠する可能性があなたにはあるんだよって「大人になった成長だからね、うん、め,めでたいことなんだよ」って言いながらあのもし生理が止まったら「うん 禁止してる可能性もあるあとか。<laughs> まあ、そこを付け加えて。<laughs> 付け加えて <laughs>。まあ、もちろんね、あの、性行為してるしない、わかんないですけど。まあ、それも、いつ一つ頭の考えとしてあるんだよんってことまで。伝えてあげたら。子供ってね、なんとなくやっぱ聞いてるので <laughs>。確かに。ね,ねあの。<laughs> 聞いてえそれっていつ行ったっけってこととかねたまにお母さん前そんなこと言ってたでしょっそう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 。特に興味あるから性のことに対してはすごい興味があるので記憶に残りやすいのでお風呂はぜひおすすめですね男の子もすごいおすすめです男の子とあのお母さんまあね小学校まあ低学年ぐらいまでだったらお母さんも一緒と男の子一緒にお風呂入るっていう家庭もやっぱ あ,のあると思うのでその時にねまた話をする、うん、そうそう兄弟がいると兄弟であとお母さんと入ったりとかねじゃなければあのなんだっけお父さんとこの兄弟ね一緒に入れるとまた ね、ちょっと女の子がね自分にないものをお父さんが持ってるとかね自分にないものを弟やお兄ちゃんが持ってて「これ <laughs> って何? <laughs> ね」から、うん、そこから始めていけばお風呂いいですねいいんですよ <laughs> だからお風呂ね一緒に入ってほしいなそこからお父さんお父さんなりに、まあねあの「これってね」ってやっぱり女の子にはなくて男の子にあってとか。ううううんうんうん、うん

<laughs> まあそうしたらねそれはちょっとでもそれはあのこあの、まあ、見せたいお父,お父さんがいえば見せてもいいと思うんですけどあの <laughs> <こ>でも抵抗やっぱりあるじゃないですかそこに本を持っていけばいい,んい <laughs> そうそう本を持っていきたいだとか <laughs> 本を一つ準備しといて <laughs> この本にあってこんな感じなんだよって言えばそう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 それでいいと思います <laughs> あのカエルになる音も弱者違うって言われるとか<笑><笑> <laughs> やばい。ね、<laughs> このお頭よく探すって言われたら <laughs> ね。本当ね。だからね。でもそうは本当に子供の発想って豊かだから何言ってくるかわかんないんですけど、ね、でもあの私はすべて。 説明しなくてててもいいと思っ例えばねおたまじゃくし出してって言われてお父さんがやっぱ抵抗あるじゃないですかで,でもそれは自分もプライバシーここはラ、うん、プライベートのプライベートゾーンって言うんですけど、うん、プライベートゾーンだしプライベートのことだからあなたには見せたくないって言えばいいと思うんですよ、うん、それも嫌っていうことをなんていうか子供がここは見せちゃいけないものなんだ,、うん、ああだってきっかけになるのでそれは大人自身も見せたくないってい,いう。オープンにする場所なのかそうじゃない場所なのかの違い。うん っていうのそうそうそうなんかある男,男の子があの3歳児の男の子があのお,お,、ね、お母さんのお股を覗いてきたんですって、うん、でお,お母さん嫌だったからじゃどこに行ったかって言ったらお姉ちゃんのお股を見てハハ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 ハうハそうそうそう、うん うん、そこでまた話を話しづらければでこの本ってどっかに売ってるんですか本屋さん一応アマゾンとかが結構豊富ですねあのロケット少年とかあとポップコーン天使とかだと、うん、漫画で書かれててすごいわかりやすいのでロケット少年とポップコーン天使,ン天使とかすすそういったのを検索して、うん、それを 一冊置いといてもし気になってお母さん話しづらいんだったらこの本を一緒に読んで「あなたの気にしてるとこはこのあたりね」とか「この人言ってるね」とか「いますまた見たかった子には何か行ってきたらそこがこうでああで」この本を本を使ってね本の中に優しく書いてるのでイラストが伝えにくければ」とかあとは本。 まあ、ある程度成長してきて本じゃなくてもうちょっと具体的にってなった時には、うん、それまでの関係性がね多分ある程度できてると思うのでそこで。 話をして。うんうん。あげればね。あげる。だから。いや、面白い。そう。面白いですね。性教育ね。当たり前ね。なってほしいなって、お家の中でできるのが。じゃ皆さん、お風呂、お風呂入ってますかね。入ってるかな。いまあまあ、でも、あの、それも抵抗ある人、中にはいるので、まあ、徐々に、徐々に、徐々にね。そうね。思春期の子たちも、話す、いきなり話しづらいんだったら。 まあ、この本を一冊、家に置いといて、うん、ちょっとこういう本があったからって。そろそろ、やっぱり勉強した方がいいよって見せればいいんだ。あんまりだ。から難しく考えずに。ね、はい <laughs>、はあ、面白いっていうか、あっという間の時間です。<laughs> は,い、はい、また第2弾があるかどうか、わかりませんが。<laughs> はい、皆さん、これで、いきなりですが、はい、サンバの笑顔のちぐすい。今日は性教育、おしまいです。はい、はい、ありがとうございました。